皆さんのごこんにちは、あやなんです。鼻くそ3つ、タコ3つ、面白いです。それ好き。水溜りボンドです、お願いします。はい、ということで今回はなんと嫉妬神経衰弱第2弾。はい、前1回ねこれやったんですよ。懐かしいな。ただのヤンキーカップルだった時にこれやったんですけど、ルールをもう一回説明しますか。一人ずつ、うわーこれ相手が嫉妬するだろうなーって思うようなエピソード書いた紙を用意します。今回は3組。いたって普通の神経衰弱なんですけど、ここで大事なのはめくっていくごとに「えー」っていう感情があるんですけど、それを乗り越えられるかみたいな。前回はめちゃめちゃ暴れたんですよね、お互い。そうですね、付き合いたてのカップルで元彼元カノ的なことはやっぱり NG ワードなんですよね。そう、だからその当時はすごい暴れたんですけど、今回ね僕らもう夫婦なんですよ、うん、そうなんですよ。結婚してるし子供もいるんです。結婚した今はどうなるのかなっていうので、うん、2回目やりたいと思います。はい、いや私全然なんかもう初めてやった時と全然心持ちが違う。いやもう自信あるから。じゃあやりますか。嫉妬神経衰弱スタート。これ何の威嚇。これはい、3年間もの間結婚するなら元彼だと思い続けていた。耐えろ、俺は1本のマイク、俺は1本のマイク、俺は1本のマイク。さあ誰か歌ってくれ。うわーきついっすね。結婚というワード今となってきついっすね。はい、これ大学って書いてある。いやこれサブカード。大学に嫉妬しろってこと。俺意味わかんないんだけど、大学に学費払いやがってっていう嫉妬しろってこと。これだからダブって書くのめんどくさかったから書いたの。あ、これはしょり長文がもう一個隠れてる、ね、そうそうそういうこと。はい、じゃあ僕の1ターン目はまあ外れです。いきます。じゃん。元カノと結婚するかもと本気で思っていた時がある。あー同じじゃん。同じでした。どうだ、食らったか。あー結婚するって思ったのあーちゃんが初めてって言ったのに。わっ、うわー、ごめんね。あーちゃん自分もあるからね。あーちゃん3年間って書いてあったよね。俺はもっと短い期間だから。じゃああーちゃんの勝ち。何それ。でもやっぱりこのゲームはきつい。結婚してようとなんだろうと普通に無理だ。めちゃくちゃかっこいいサプライズムービーで彼女を泣かせたことがある。あーやだー、あーちゃん、やだー、あーちゃん、あーちゃん、あーちゃんにはしてないよ。その時はその人が好きだったでしょ。好きだったのか。あーやだーめくられる方もやだ。これ新しいのだ。クリスマスに東京の高級ホテルにサプライズで泊まってたら、サンタコスプレを着た彼氏が突然現れて面白かった。面白かったが嫌だった。面白いに嫉妬すんの。なんで面白かったの。また似たのだしね、すごいね。打ち合わせしてないよこれ。あ、揃える。ここではい、クリスマスによし揃った。こんなの、こんなの。プレゼントは何だったの。プレゼントはネックレス。あ、違う、ペアリング、ペアリング。じゃあ、ちゃんのターン。彼女の家族と自分の家族で旅行に行ったことがある。嘘でしょ、嘘でしょ、本当。いやー、なーちゃんもいたことないのに。あー、嫌い嫌い。はい、彼女の家族と自分の家族。そんなもん知るか。よかったな。はい、次ゆうくん引いて。あ、大学の真相が明らかになった。彼氏の大学に行って俺の彼女はこれってみんなに自慢されて嬉しかった。楽しかったな大学生の時。すごい可愛い格好してったんだ。じゃん、可愛い格好で、お似合いだねって言われた。はい、じゃあ大学。大学どっちだっけ。やべえ、普通に忘れた。こっち。はい、大学。おー、くそれくそれ。結婚しても普通に嫉妬してるな。無理だな。神経衰弱ってさ、1回当たったら次に2回連続できてるよね。まあそうだけど今回少ないから。はい、結婚するかもと本気で思っていた時がある。
めちゃめちゃかっこいいムービーで流したことがある。知らん。シンプルに神経衰弱が下手。 100% 当てれる札を見てるよ、あなた今。シンプルに下手。だって耳かゆいから。だって耳かゆいから。はい、3年間もの間結婚するなら元彼だと思い続けた。バカ野郎、ブーン。結婚するなら俺だとあーちゃんを23年間思い続けていたはずだ。そうだ、間違いない。この元彼っていうのも幻影だ。絶対に幻だ、幻を見ていた。俺に出会うまでの布石だ。じゃああーちゃん、もう全部聞いてください。はい、これですね。めちゃくちゃ…なんで間違えるの。残り4枚の神経衰弱をなんで間違えれるの。これとこれですね、はい。もう違う。あーちゃんが神経衰弱下手すぎって言われました。やっぱりもう結婚してるってことが何よりの証拠の証拠の自信の証拠。あーちゃんだ、よかった。じゃあちょっと神経衰弱3は老後にやるんでぜひ見てください。はい。というわけで、女は結婚したらやっぱり息子が一番の強化だったので、まあ、楽しみにしていてください。なんだっけ、終わりです。